カレッセン、ポーランドのクラクフにいます。クラクフ、昔ね、首都だった場所は、どこですね、年代でいうと1608年まで、日本では江戸時代ですね、クラクフが上陸になった。で、今いるところは旧市街に来るための門ですね。城郭都市としてのも、クラクフが栄えたところなんですけども、城郭都市、日が暮れるとですね、城門を閉めて、日が昇ると、また城門を開ける感じですね。で、日の侵入を夜に、ね、防ぐために、不審者が入ってくることが強くなります。で、今から旧市街に来ています。こちら門ですね。旧市街の北側かな、まあ、すぐそこマクドナルドがあるんですけどね。で、隣が、このように公園になってます。ベンチもあるんでね、日陰で休んだりすることができます。で、本日2012年6月の、19日、水曜日です。今から旧市街を散策していこうと思ってます。